はい、どうも皆さん、こんにちは、ゆずいこです。それでは今回なんですけども、キャッシュレススマホ決済あるある第2弾。約1年ほどの PayPay ペイペイなどスマホ決済を利用して、経験したことまとめということで、今回の動画は以前も似たような動画を作成したんですけども、まあそれが去年の9月に作成した動画だったんですが、その第2弾ということで、キャッシュレス、その中でもスマホ決済あるあるを、僕の独断と偏見でお伝えしていこうと思います。 ちなみにもうすぐで、まあ、僕のスマホ決済を利用してからの歴が1年ほど経過するんですが、まあ、これまで視聴者さんからもらったコメントなども参考にしながら簡単に大きく5つにまとめてみましたそれでは早速行ってみましょう ということで、まず一つ目なんですけども、早速出ていますが、エントリーを何度もしてしまう格好 D ポイント、D 払い、楽天ペイなどということですね。これ以前あの動画でおまけの部分でもちょっとお伝えしたことがありましたが、その時に結構同じようなですね、経験をされた方がコメントを見る限り多かったなっていう印象でした。けど本当、何度もこれってエントリーしてしまうんですよね。まあ、特に最近の D ポイントや D 払い関連は本当こう、 何度もエントリーしてしまいますなのでお会計に入る前に一応キャンペーンサイトに入ってエントリーしてそこでお会計してもらうという感じですよねなんかあの謎の不安感というのがちょっと心配になりますね 一応楽天のサービスの場合は、例えばご覧のように自分がどのキャンペーンにエントリーしたかをまとめて確認することができます。このページは楽天スペースエントリー履歴みたいな感じでググったら出てきます。まあ、基本的には楽天ペーンに限らず楽天市場全般のキャンペーンに参加したかどうかをチェックすることができるので、まあ、ぜひですね、この方法っていうのを活用してみてください。 ちなみに D ポイントですとか D 払いに関してはキャンペーンのエントリー状況をまとめて確認することが現時点ではできません。もしかしたらあるのかちょっと僕分かんないかもしれないんですがもし知ってたら教えてください。けどこれ本当にちょっと不便ですよね。まあもちろんその場ですぐにエントリーすれば全くもって問題はないんですけどもやっぱりまとめてキャンペーンのエントリー状況というのをはあの把握することでちょっとした安心感というのにつながりますよね。もしですね、ドコモさんこの動画を見てくれてました キャンペーンのエントリー状況をまとめみたいなページを作ってくれたら僕も含めてユーザーさんめちゃくちゃ喜ぶと思います。お願いしますということで次ですね。 じゃんということで、会計時の操作画面極めがちということで、多分ですね、このチャンネルを見てくださってる視聴者さんは、少しでもキャッシュレス決済やお得な情報に関して、まあ、結構関心がある方ばかりだと思っています、まあ。そこでスマホ決済を使い始めた当初は、なかなかちょっともたついてた、まあ、操作が、始めた頃に比べて、ポイントカードの提示とか、スマホ決済の操作って、なんかこう気持ち早くなってませんか、まあ、僕自身でも、まあ、僕自身言うのもあれな なんですけど結構最初のコイルよりかは結構早くなった感じはしてます。 ま、レジで並ぶ前には、とりあえずポイントカードのアプリとスマホ決済の画面、あとは別にクーポンのアプリなど立ち上げた状態でお会計に行くように意識するようになりましたね。まあ、しかもそれぞれ画面の切り替え、いわゆるそのタスク変更をパパパって行って、済ました顔で店員さんに気持ちどやりながら、あ、お願いしますって感じで決済をしています。もちろんこう、理想はファンペイみたいに、バーコードとポイントカードがまとまるのが結構それが一番理想ですけども、そればっかりは今のところどう しょうもないのでまだこうポイントカードの提示とかの切り替えが大変だなと思っている方でもなんちゃかんちゃこう回数をこなしてたら気がつけば画面操作も極めてくるのかなって思いますので是非ですねこれはもう慣れるまで一緒に頑張っていきましょうということで次は3つ目ですね じゃんということで、お会計で並んでる時に現金決済で <laughs> もたもたにイライラということなんですけども、これですね、結構 YouTube のコメントでもいただくことは多いんですが、結構こう Twitter とかでも見かけることが多いんですよね。まあ 確かに、スマホ決済はスマホ決済で、まあ、電波状況であったりとか、アプリが動かないなどの、何かしらのこうトラブルで決済に時間がかかる場合っていうのもあるんですが、やっぱり現金決済と比較しても、トータルで考えても、やっぱりこうキャッシュレス決済、もしくはもうスマホ決済の方が早いかなっていうふうには思います。まあ、現金の場合っていうのは、もう簡単に言うと、お財布から現金を探すところからスタートして、お札プラス小銭を出すとこで、まず時間がかかって、 店員さんにお金を渡してお会計によってはお釣りをもらうという工程まであるのでやっぱりちょっと時間がかかるんじゃないかなとは思います。 まあそれに比べてスマホ決済だと画面をこうピッとしてもらうもしくはこうかざすだけとかまあ前もってこうチャージとかしていればまあそのまんまもう本当にパパッとこう決済が終わっちゃうのでやっぱり簡単で早いかなっていう印象はありますちなみに特にそれをこう実感するのはお昼休みとかのランチタイムとかにそれが多いんですが飲食店はもちろんなんですけどもコンビニがやっぱすごいですねもう人がめっちゃ並んでるのにこうのんびりこう現金出したりとかしてまあちょっとこうムムムってなります 逆に、隣の理事から、ペイペイって聞こえたり、ID 決済のタントンとか、あとは僕の好きな決済よ、クイックペイとか聞こえたら、もうむしろ嬉しくなってしまいます。ちょっとした、こう、仲間意識じゃないんですけども、コンビニでほんと現金決済って、キャッシュレス消費者還元も受けれないし、商品の単価は高いし、現金って本当にこう、もったいないなっていうのがあるので、やっぱりキャッシュレス決済は何かと便利だなというふうに思います。ということで、次はこちらですねジャン。じゃんということで、4番目は、店員さんスマホが、 画面読み込むときに本気で画面にピッということなんですけどもちょっとこれオーバーに書きすぎてしまって申し訳ないんですが、まあ、これはどういうことかと言いますと、まあ、伝わる方は伝わると思うんですが 特にコンビニが多いんですけども、スマホ画面のバーコードを読み込むときに思い切ってガッとこう読み込んでくる方いらっしゃいませんあの今画像に出てる左下のあのバーコードをピッとするやつなんですけども、これ本当にこう思い切りガッと読み込んでくる方がま、たまーにいらっしゃって、あれってこうちょっと危険ですよね。まあ、僕の場合はスマホの 画面に保護フィルムをつけて、なおかつこうスマホ画面でちょっとした段差もあるので、直接スマホに画面自体に触れることっていうのはないんですけども、これがこう、貴重面な方だったらちょっと気にしそうですよね。もちろん、ゆっくりそろーっとゼロ距離ぐらいでこう、ピッとやってくれる方がほとんどなので、全員が全員そうじゃないんですけども、まあ、店員さんも大変だと思いますが、読み込む際はなるべく画面にギリギリこう当たらない方がお客さんも安心してくれるんじゃないかなってちょっと思いました。 最後5つ目ですね。 ドンということで、店員さんと会話が増えるということですね。これは、実はだいぶ前からもうコメントでもちょくちょくいただいてました。これ僕自身も経験してるんですけども、本当こうスマホ決済とかを行ってると、自然とこう店員さんとの会話が増えてるような気がしますね。まあ、僕もたまに、まあ、そこのお店が忙しくない時はちょっとこう会話したりしてます。まあ、例えばこう飲食店であったりとか、こうペイペイで決済する人って多いんですかとか、コンビニとかだとポイントの のこととかキャンペーンのことで店員さんと会話したりは結構したりしますまあ、これは本当現金決済だとこれまでなかったんですけども気がつけばちょっとした会話っていうのが多くなったりしますね ま、あと、たまにですね、ノリのいい店員さんがいらっしゃいまして、とあるこう、うどん屋さんでお会計が720円ぐらいだったんですけども、あ、ペペで決済お願いしますって伝えると、店員さんが、そしたら720ペペですね、っていう感じで言われて、ちょっとなんかこう、思わずクスってなっちゃうような出来事もあったりしました。まあ、そう考えると、キャッシュレス決済もそうなんですけども、まあ、このスマホ決済はちょっとしたこう、会話が増えるっていうのは面白いなというふうに思います。 一応、今回お伝えしたことをまとめるとこんな感じですね。エントリー何度も会計時の画面操作極めがち、現金決済でもたもたにイライラ。4番、本気で画面にピ最後に店員さんと会話が増えるという、ざっとこんな感じですかね。 ま、そんなこんなで今回はキャッシュレス、その中でもスマホ決済あるあるということで、第2弾ということでまとめさせていただきました。まあ、他にもこう、たまったポイントの使い道に迷うであったりですとか、スマホ決済の数が多いなど、記載したいことは結構いろいろあったんですけども、またそれはどこかのタイミングで別の動画にまとめようかなと思っています。まあ、けどこれはですね、僕なりに簡単にまとめただけであって、まだまだキャッシュレスやスマホ決済あるあるはあると思うので、他にも何か 何かあれば遠慮なくく下のコメント欄に書き込んでいってくださいちなみに以前動画にもした第1弾のスマホ決済キャッシュレスあるあるの動画のリンクも下の概要欄に貼ってますのでちょっと気になる方はぜひそちらも見ていただければと思います。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。 今回の内容とは全然関係、関連はしないんですけども、ここ最近あの、ちょがちょくちょくゆっくりなんですけども、進んできてるなっていう印象ではあります。例えば、メルペイでゆうちょ銀行との連携が、 始まったりですとか、これは本当メルペイのサービスが開始した当初も、え、ゆうちょと連携できないんだ、みたいなコメントも結構いただいたので、まあ結構待ち望んでた方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。あとはこう、みんな大好き、ゆうちょペイでは、現在コンビニのポプラで使える200円オフのクーポンも出てたりしてます。 そして、ゆうちょペイのアプリは、えっと、本日アップデートがかかりまして、なんと、ゆうちょペイのアプリから、ゆうちょ銀行の残高がなんと、確認できるようになりました。